はい、どうも、皆さん、こんにちは、ムンケンです。ではね、今から、パーティー募集で、神様を倒しに行きたいと思います。全国から募集でね、サンタ様がやってきた。これのね、伝説級か。伝説級だけはね、難しくて、今、マルチで一回買ったぐらいで、まあ、ぶっちゃけあんまやれてないんですけど、これね、チャレンジしていきたいと思います。割とね、あれが多いかな。これ使うパーティー多いよね、これね。はい、じゃあ、この、早速ね、来ましたね。はい、じゃあこれをね、実際にやっていきたいと思います。もうね、一試合だけ、ちゃんとやってね、終わりたいなと思うんですけどね。はい、じゃあ、あれあるかな？みんな、持ってますね。はい、じゃあこのパーティーで行きましょうかね。はい、じゃあ楽しみですね。先ほどね、一回やったら普通に勝てたんですけど、眠り耐性がね、結構必要だっていうのがあってかね。まあ、揃ったら、その石台行きましょうかね、相手。眠り次第がなんか、眠りとね、あとはね、その、ひるんだりするんで、よし、これで OK かな。はい、出発 OK になったら行きましょうか。一応ね、あ、特薬草が少ないな。特薬草を持っていこう、しっかりと。あれ、2個しか、そっか、もう、2個しか持っていけなくなったんだ。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあよろしくお願いします。楽しみですね。これね、今まで、昨日の夕方前ぐらいが始まったのかな。それで昨日ね、ちょくちょくやってたんですけど、スタミナの問題でね、なかなかちょっといけなくてね。はい、じゃあ、行きましょうかね。結構最近は、スタンプがね、かなり豊富になって、よろしくと。豊富になってね、例えばごめんねとかミスったとかね、その辺もね、結構ね、従事してますよね。あと私が使うのは、この可愛い、あれかな。まあ今使っても不自然なので。はい、じゃあ行きましょう。まあ体勢としては眠りぐらいでいいかな。ああ、幻もあるんだ。まあ幻に関しては仕方ないかな。まあじっくりね、やっていくしかないんですけど、まあその辺かな。特に、僕ね、今ね、僕の悩みはね、その、ゴージャの剣ね、剣が出たんで、それをね、基本使ってるんですけど、ギガブレイクはいいんですけど、これに星がつかないとね、やっぱり、星っていうかまあ、あれでしないとね、それがね、今ギガブレイクがレベル5なんですよ。最近割とね、緩和されたこともあってか、この補助の、補助のアイテムがね、結構落ちやすくなったっていうかね、それがね、かなりいいんですけど、それをゲットしてね、星10にまずしたいなと。それプラスできれば、あ、やべ、逃がしちゃった。できれば星付けですよね。王者の剣がもう一個当たれば嬉しいんですけどね。まあさすがにね、お、なんだこれは。なんか珍しいのが出てきましたね。これはなんか、前回はこいつが出た時は銀のなんかだったんですけど、これはまあ確実にドロップしてくれるっていうモンスターなのかな。前回と一緒だな。まあ靴下とか、今ね、やってるやつだとは思うんですけどね。その辺がゲットできると。あ、また逃した。また逃しちゃった。はい。じゃあ、ボス戦1個前ですね。こいつら結構ね、会心がきついですよね、ボックスね。まあ、ボックスは会心がきついんですけど、まあ、なんとか、いけそうですね。まあね、今回の神様は、まあ、あんますげえ強いっていう感じではないですけど、伝説級ね。まあ、それでもなんかじわじわ食らって、いつの間にか全滅っていうパターンもね、まあ、あるかなっていう感じしましたね。全体回復とか最初神様してくれるんでね。こっち側に。なんかなかなか珍しい感じですよね。まあプレゼントかな？はい、じゃあ、ボス戦ですね。じゃあこれだけ行きましょう。伝説級です。サンタ様伝説級。はい、じゃあまずはね、サンタ様を倒さないと、あれなんですよね。回復っていうか、他のパンドラボックスみたいな。あ、こいつはね、呼ぶんですよね。まあ、パターンは特にないかな。回復持っていくぐらいで。あとやっぱり修正が入ってね、あれになりましたね、完全に。ね、さっき見ましたけど、2個しか持っていけないですよね、条約層がね。条約層じゃない。あ、逃げちゃった。これで、目覚ましと。OK。掘り出しやっぱ効かないのかな。あ、ちょっと効くか。まあ、効くっちゃ効くけど弱点じゃないね。星見るダンスは、これがね、確実に、一旦分ぐらいはね、減りますもんね。あ、猛毒もあるんだ。逃げろーって言いました。まあね、こういうので結構ね、じわじわ来るんですよね、このボスは。で、あと、ギガブレイク、ギガスラッシュがね、思いのほか効かない。多分、まあ、
ね、聖なる系なんで、こういうのは効かないんでしょうね。まあ、ギガスラが一人いれば、今回はこれはね、かなり役立ちますよ。一応回復しておきましょう。はい、呼ぶ前に。まあ、あんまりね、向こうも体力がそんなあるってわけじゃないんで、割とね、戦いやすいんですけど、こうやって感じでね、仲間普通に呼ぶんでね、なんか先にね、まあ、周り倒しても仕方ないかなと。ギガブレイク、ギガスラッシュでね、まとめて、ね、倒してもらう方が助かるっていうところですね。まあ、スタンプがほんと豊富になりましたね。特にね、嬉しいのが、スピード調整お願いしますとか、やっぱりね、これはね、やってる人はわかると思うんですけどね、この辺がね、すごい今まで欲しかったなっていうのをね、ほんと充実してきたんで。あ、しくしくもいいね。しくしくもすげーとかもね、いいねーとかね、ほんとスタンプ充実してきてね、やっぱりあの、プレイヤーからの要望っていうものが、ね、あ、死んじゃった。マジか、俺も死にそう。やばい。これでね、結構連続で食らっちゃって終わっちゃうっていう感じなんですね。あー、やばいな。これはやばい。あー、またまた、ノーデスクリアはできなかったですね。ノーデスするとジェムがもらえるんで、それで助かるんですけどね。まあ、こんな感じで、ずかずかやられていくっていうパターンが多いですけどね。頑張れ、頑張れ。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、スピード調整お願いします。ありがとう、ありがとう。やばい、ありがとうの間に、オッケーオッケー、回復いけたね。じゃあ、あとは、戦士の人もね、生き返らさないといけないですね。神々だな。まず、ボスを倒せばすごい楽なんですけど、シンさんもせっかくね、スタンプとか、楽しみやってる人とかは、生き返らせてあげたいですね。はい。まあ、せっかくね、楽しい場所にしたいんでね、磨い出して最後に終わらせてもらいますか。はい、なんか神々だな。はい、じゃあこれで終わりかな。はい、終わりましたね。無事、まあ倒しましたけど、まあこんな感じなんですよね。結構ずるずると途中盤行っちゃうっていう感じなんですよね。いや、ほんとね、死ななかった方々のおかげで、助かりましたね。はい、じゃあ伝説級の、神様の討伐でした。神様じゃない、サンタ様か。あ、神様ってあれですね。まあまあ、そのまんま。今回ね、この、結構スキル強化玉とか、あとはスキルの呪文とか特技、その辺がね、プレゼントされるんで、これはね、結構周りに越したことないかなっていう感じですね。というわけで、伝説級の、紹介でした。もうちょうど今15時回ったんで、この後スーパーライトちょっとガチャ引くんでね、ガチャね、頑張って引いてね、金粉のみたいな。はい、じゃあ行きましょうかね、次ね。いやー、よかった。はい、じゃあ、レベル90以上のね、方々のおかげでね、無事行きましたね。はい、じゃあ、今回ね、星ドラは以上です。まあ、あとはね、特に星ドラは新しいことはないかな。先日のジャンプフェスタでの発表も、まあ、この辺だけだったかな。前回、あと23時間なんだ。このガチャやりましたけどね。どうしようかな。次も、まあ、10連。まあ、明日以降で、明日ですね。あれがまた始まるんで、明後日かな。そうですね。はい、それ始まるんで、またそれね、やりたいなと思うんですけどね。はい、ではご視聴ありがとうございました。サンタ様、無事ね、自分は死んじゃったんですけど、味方のおかげで勝つことができました。あ、じゃあこんな感じでね、ノーデス、まあ、しながらね、やっていきたいなと思うんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。